三階とは、仏教における四界、四階、界、無色界の三つの世界のことであり、主張が生死を繰り返しながら輪廻する世界をその三つに分けたもの。三具とも言う。四界よりも四階界の方が、四階界よりも無四階界の方が一層優れた生存の仕方であると考えられており、その場所も四界が最下にあり、無四階界が最上に位置する。 三外図それぞれの世界の海抜、距離、住民の寿命と身長などが書き込まれている。1860年代日本地獄防災基準及び、六翼天命翼界二十余地獄すことこの上十七、署名式海洋中三シズリオ拡散第四シズリ八、無色界無所有勝宇四周道分及び、命令神透症食精神、阿弥鳴馬とも赤論巻第七、以下の説明は、 4世紀から5世紀頃にバスバンドが表したアビダルマクシャロンによる。以上に述べたクシャロンが説く3階では極楽やそれに準ずる世界については説かれていない。その理由としては、この宇宙観が成立した時代にはまだ仏教に浄土思想は取り入られておらず、故に3階の中に浄土が組み込まれることは、 まだなかったことと、神座部にとっての最高の境地とは涅槃すなわち、三階から脱出して無に帰することであったことが挙げられる。三階という宇宙観と浄土思想の結びつきは、大乗仏教の流星に伴って進むこととなった。また、クシャロンは、エンマを、六欲天の一つである夜マテントが機械両方に置いている。宗派によって、配列は異なる。 ありがとうございます。